三重県の若手アスリートの強化を目的に行われているプロジェクトで、現在ラグビーと自転車の2つの競技を対象に有力な選手を選抜しています。今年は去年11月に行われた選考会で小学5年生から中学2年生までの13人が選出されました。授与式ではラグビーと自転車それぞれの代表がここでアスリートに必要な知識を身につけ体力強化に取り組みたいなどと決意を語りました。8期生はこれから3年間それぞれの競技の基本的なトレーニングやトップ選手に必要な知識と意識を身につけるためのプログラムに取り組みます。やっぱいろんな知識とかを得てラグビー女子日本代表のトップになりたいです。ロードバイクの技術とかだけじゃなくてその食生活の知識などをしっかり身につけて今後に生かしたいと思います。また今日は3年間の育成プログラムを終えた5期生の修了式も合わせて行われ一人一人に修了証が贈られました。